ロシア軍がウクライナ中部のウマニでアメリカ製の高機動ロケット砲システム、ハイマース専用ミサイルと M777 榴弾砲の補完攻撃破したとの情報をキャッチしたよ。だがその情報も真実のほどは定かじゃないようだな。公開された動画も不鮮明だったり、よくわからない奴が多いみたいだね。ロシア側のプロパガンダって線が濃厚だな。そうだね。さて今回は、ロシア軍がハイマースミサイルと、M777 榴弾砲の弾薬攻撃波について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナ軍とロシア軍の激しい激戦が続いているんだけど、その砲兵戦でウクライナ軍は、アメリカから高機動ロケット砲システム、ハイマースの供与を受けて実戦配備して以来、それをロシア軍の歩兵、戦車などの装甲車両への直接攻撃ではなく、弾薬庫の破壊、後方の兵站補給路の遮断や燃料の集積地への攻撃、および司令部や兵舎などへの攻撃を展開してきたんだ。その結果として、ロシア軍がそれまで後方から猛烈な支援砲撃を行っていたものが、だんだん頻度や砲弾量が減少していることが、NASA の衛星写真を利用した火災感知システムで判明しているほか、前線部隊の進撃の勢いが落ちるか、あるいは停滞していて、前線のロシア軍部隊への補給が滞っているのではないかと見られ、ロシア軍に効果的な打撃を与えているよ。ハイマースはアメリカ軍から提供された射程 80km の精密誘導ミサイルを、6発装備した機動性の良い高機動ロケット砲システム、いわゆる MLRS マルティプルローンチロケットシステムと呼ばれる兵器だね。MLRS って?この MLRS 多連装ロケットシステムとは東西冷戦時代に、旧ソ連を中心とするワルシャワ条約機構軍が協力、強大な大戦車部を押し立てて、北大西洋条約機構NATO陣営に襲いかかられた場合に、それに対抗するだけの戦車数を持たなかったアメリカが多数の小型爆弾を、詰め込んだクラスター弾頭のロケット爆弾で、旧ソ連軍の榴弾砲の射程では届かない遠方から一斉射撃し、クラスター爆弾の雨を降らせて進行部隊を丸ごと壊滅することを狙う面制圧のために開発された兵器のことだね。今回ウクライナにはハイマースの他に、イギリス軍が保有していた M270 と、供与約束していたドイツがフランス、イギリス、イタリアなどと運用している。アメリカが使用しているマースの M270 型を改造した多連装ロケットシステム、マース2が供与されているんだけど、実際に引き渡された数は不明となっているんだ。MLRS と 227mm ロケット弾を12発搭載可能な M270 は現在でも NATO 諸国で運用されているな。8月12日までにハイマースが16機ウクライナ軍に供与されているんだけど、ウクライナ軍には蒸気のようにハイマースの他にも MLRS が供与されていて、ウクライナ軍は高機動性のハイマースと、機動性は劣るものの、ハイマースの倍の12発のロケット弾を連続発射可能な M270 と、マース2を状況に合わせてうまく使い分けているみたい。ハイマースと他の MLRS が使用するロケット弾は全く同じものであり、具体的にアメリカがウクライナに供与しているロケット弾は、高性能爆薬を詰めた単弾頭タイプで長射程の M30H、M30 の改良型、または精密誘導ロケット弾の M31 と見られているんだ。ちなみに M30H のベースは M30 クラスター弾で、弾頭に約400個の小爆弾小型爆弾を詰めて発射し、目標上空で炸裂させて小型爆弾をばらまき、そこに展開している敵部隊を広範囲に殲滅して面的に制圧するものだったぜ。しかしながらこのクラスター弾は不発弾となる小爆弾が多く発生することが指摘され、戦後平時となった際に残った不発弾によって住民に犠牲が出ることが多々あることから、非人道的兵器と批判され、近年は国際的にその使用を規制する動きが活発になり、クラスター爆弾禁止条約オスロ条約が成立し、日本はその条約を批准していて、現在の陸上自衛隊はクラスター弾を保有していないぜ。しかし、アメリカはこのオスロ条約を批准しておらず、ロシアや中国も同様で、国際法的にはクラスター爆弾の使用には問題がないんだけど、世界の潮流に合わせて M30 のクラスター弾を廃止して単弾頭型に改良した M30H を運用しているってわけ。ロケット弾は幅広い作戦に対応する能力があり汎用性の高い装備と言えるな。M30H、M31 どちらも最大射程は70から 80km、90km 以上との見方もあるとされるんだけど、なんといってもこのロケット弾の利点は GPS を使った誘導による高い命中精度を誇る。GMLRS 型ロケット弾であるということで、その誤差は 70km 先の目標に対して2から3メートル程度とされているよ。まさに精密砲撃だね。実際にウクライナにおいてピンポイントな精密誘導は遺憾なく発揮されており、7月下旬にロシア軍が占領しているウクライナ南部、ヘルソン州の州都ヘルソン市近郊のドニプロドニエプル川に架かるアントノフ橋を、
ハイマースのピンポイント攻撃で通行不能にしたことでもわかるよね。このアントニフスキー橋攻撃で注目すべきは、橋を完全に破壊するのではなく、道路部分に大きな穴を数箇所開け、大型トラックのみを通行不可として、小型車や徒歩による通行を可能にしながら、橋脚などが無傷である点だな。ヘルソン市やドニプロ川を溶かしてムイコラーユ方面に進出して展開している。ロシア軍の重要な補給路であるこの橋にダメージを与えたものの、ヘルソン市を奪還した際には橋を素早く修復できるようにするために、橋脚の破壊は避ける攻撃をロシア軍に見せつけたってところだね。多数のロケット弾をほぼ同時に連続発射して、かつクラスター爆弾によって広範囲に面を制圧するとの発想が生まれ、MLRS が登場したんだけど、しかしながら長射程であり精密誘導による、ピンポイント攻撃が可能な GMLRS の開発によって、クラスター弾を使わなくとも、広範囲での面制圧が可能となったってわけ。このハイマースなどの MLRS から発射される長射程精密誘導ロケット弾は、ロシア軍の多連装ロケット砲に比べてより正確に命中させることに加え、ロケット弾は低空飛行するためロシアの防空システムに迎撃されにくく、ロシア軍は相当手を焼いていると見られ、実戦配備されてから頻繁に、ハイマースを破壊したとのプロパガンダを必死に展開しているよ。ロシアもやられっぱなしって言われるのも尺だろうしね。8月9日にもロシア国防省が定例記者会見において、ウクライナ中部のウマニにある弾薬庫を攻撃して、弾薬庫内に保管されていたハイマース用のミサイル300発以上と、155mm 牽引式榴弾砲 M777 を破壊したと発表しているんだ。ロシア国防省やロシア軍は、このようなハイマース関連の破壊情報を盛んに発表しているんだけど、いずれも証拠となる画像や動画がなく、たまに添付されていても不鮮明であったり、爆発の瞬間だけを切り取って公開していたり、事実認定が不可能な物ばかりであると指摘されていて、9日の発表についてもこれを報じたロイター通信が事実関係は確認できていないとしているよ。このようにハイマースなどの MLRS を恐れるロシア軍にとって、さらに厄介な兵器がアメリカからウクライナに供与されたことが、アメリカ国防総省から発表されたみたい。8月8日、アメリカのカール国防次官が記者会見において、アメリカがウクライナに対してレーダーシステムを標的として、自律的に攻撃する対レーダーミサイルを供与したことを明らかにしたんだって。カール国防次官は対レーダーミサイルの種類や、具体的な日時や正確な数量などは明らかにしなかったものの、CNN の取材などによって供与されたミサイルは、空対地ミサイル AGM-88 であることがわかっているね。実はその以前、7月25日にウクライナのレズニコウ国防相が、対レーダーミサイルを受け取ったとの発言をしてはいたものの、ウクライナ空軍の戦闘機が全て旧ソ連製であることから、西側の対レーダーミサイルの運用には搭載に向けた準備に、かなりの時間がかかり、そのようなことを行っていたという情報はなかったんだ。しかし、カール国防次官の発表の前日7日に、戦場において、AGM-88 のものと認定できる破片が発見されたことがウクライナの、アクレイネ・ウィーポンズ・トラッカーのツイッターに投稿され、すでに供与されてウクライナ軍が運用していることが明らかになったってわけだな。そのため、今さら唐突なカール国防次官の発表につながったとされているんだけど、これについてはアメリカとしては AGM-88 の供与はできるだけ秘匿しておき、ロシア軍に気づかれる前に S-400 同時多目標光線能力を持つ超長距離地対空ミサイル、S-300 同時多目標光線能力を持つスタンダードミサイルなどを、対レーダーミサイルでできるだけ破壊しておきたいとの目論見があったのではないかとの推測もあるよ。AGM-88 がすでに供与され運用されているとして、どのプラットフォームから発射されたのかは謎なんだけど、アメリカがウクライナにMiG-29のためのパーツを供与したとの情報があり、これがMiG-29において AGM-88 を発射可能とするものであった可能性が高いとの見方が出ているんだ。ウクライナ軍はこうした命中精度が高くなった新兵器の導入により、従来よりも遠方やロシアの防空システムにより、狙えなかった場所を攻撃することができるようになったと言えるな。しかし、ウクライナにはハイマースに加え、ロシア軍の空からの攻撃に対する防衛力が必要とも言われているからね。ロシアは西側諸国がウクライナに武器を提供し紛争を長引かせていると非難しているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録よろしくね。